今日のお話は星空のプロポーズ星空の下遠く離れた場所にいる恋人への思いを綴る距離を超えた愛の物語というお話です遠い夜空の下で静寂に包まれた田舎町で星空を見上げるのが好きな牧は夜ごとに庭で星を眺めるのを楽しみにしていた。 ある晩彼女は流れ星を見つけ心の中で願い事をするその願いは長年付き合っている遠距離恋愛中の彼氏貴司に再び会えることだった貴司は都会で忙しい日々を送っており2人の再会はなかなか叶わなかったしかしマキは星空の下で交わした約束を信じ 彼との再会を心待ちにしていた離れていてもたかしはビジネスで成功を収めていたが薪と離れて過ごす時間が増えるにつれて彼女への思いはより一層強くなっていったある日彼は薪にサプライズを計画し仕事を抜け出して田舎町へ向かう。 薪はかしの突然の訪問に驚きつつも心から喜びを感じた2人は久しぶりに共に過ごす時間を大切にしお互いの近況を語り合ったかしは貴との時間が自分にとってどれほど大切かを再認識し彼女との将来について真剣に考え始める「星に願いを」 薪とカシは再会を祝くして町の外れにある彼らのお気に入りの丘へと足を運ぶ夜空には無数の星が輝いており2人はその美しさに言葉を失うカシはこの星空の下で薪に初めて会ったことそして彼女と共に過ごしたかけがえのない時間を思い出す彼は薪に対して深い感謝と愛情を感じ 彼女との未来を真剣にに考えるようになる。ような2人は星に願いを込めお互いがこれからも共に歩んでいくことを確かめ合う不安と期待かしは真木との関係を次の段階へ進めたいと強く感じていたが遠距離恋愛の困難さと彼女が自分の計画に賛同してくれるかどうかの不安に悩む。 彼はプロポーズを計画するが完璧なタイミングと方法を選ぶことに苦心する一方牧野たたかしの突然の訪問と彼の行動の変化に気づき彼が何か大切な決断を控えていることを感じ取る2人の間には期待と不安が入り交じり彼らの関係は重要な岐路に立たされる星が導く道 茉莉と貴志が共に過ごす時間は二人にとってかけがえのないものとなったある夜貴志は再び二人が初めて出会った丘へえ茉を連れていく満天の星の下貴志は茉に自分の気持ちを伝える彼は遠距離恋愛の困難さを乗り越え二人の関係をより強固なものにしたいと語る かしの言葉に心を打たれ2人の間に新たな約束が交わされる星空が見守る中2人の絆はさらに深まり未来への希望が膨らむ遠距離の絆かしの仕事の都合で2人はまたしばらく離れ離れになることになるしかし今回は依然とは違い 2人の心は互いに深く結ばれていたかしはマに遠距離であっても彼女への愛が変わることはないと約束するそして彼は星空の下でのプロポーズを計画しマにサプライズを用意するマキはかしの不在中も彼の愛を感じ続け彼女の心は決して揺るがない2人は離れていてもお互いを支え合い 関係をさらに強くする永遠の約束たかしは特別な夜を選び薪を再びおかえと案内した星が輝く美しい夜空の下でたかしは膝をつき薪にプロポーズをした彼の手には二人が初めて出会った日に捧げた願いを象徴するような美しい指輪があった 牧は涙を流しながら「はい」と答え2人の未来への約束が星々に誓われたこの瞬間遠距離による全ての困難と不安が消え2人の愛が永遠に続くことを確信した星空の下での再会時間が経過し牧と貴司は結婚し新しい生活を始めた。 彼らは忙しい日々を過ごしながらもいつもお互いを思いやり支え合った毎年2人はプロポーズの記念日に同じ丘を訪れ星空の下で過ごす時間を大切にしたこの伝統は彼らの愛の象徴となり彼らの関係を強化し続けた牧戸隆の物語は遠距離恋愛を乗り越え 真実の愛が時間と距離を超えることができることを証明する。